今年北海道で注目の人物を紹介する新春特集、未来を開くのコーナー。2回目の今日は気球を使って宇宙を目指す江別のスタートアップ企業、岩屋技研の岩屋圭介社長です。気球に関してそんなに高く上がれるんだっていうものは世間的にあまり知られていないことだと思うんですよ。実際に私自身も一番初めやった時はびっくりしました。空気のない高さまで上がって地球を見下ろすことができる、宇宙を眺めることができる。北海道大学で宇宙工学を学んだ岩屋社長が2016年に立ち上げた岩屋技研、目指すのは宇宙の遊覧サービスです。一般的には高度100キロ以上を宇宙と言いますが、高度25キロの成層圏まで気球を使って上昇します。この高さは真空、低温、無酸素でほぼ宇宙と同じ環境、青い地球も見ることができます。宇宙を見に行く、これってなかなか今までできなかったことです。ロケットとは違うアプローチによって誰でも簡単にできるようになりますよというのが私たちの目論みです。気球を使うことでロケットと比べ費用が安くなり、特殊な訓練を受けなくてもよくなることから、誰でも気軽に宇宙遊覧を体験できるようにするのが目標です。会社の研究所には週末宇宙行くが実現する世界へとスローガンが掲げられています。これ機密カプセル、宇宙船ですよねと同じ性能を持っている、私たちキャビンと呼んでいる乗り物です。これが気球に吊るされて上空に上がっていきます。このキャビンはパイロットと乗客の2人乗りです。外が真空状態でも中は気圧が高い状態を維持することができ、大きな温度変化もありません。また非常時には気球がパラシュートに変形するほか、脱出用パラシュートも搭載するなど4重の安全装置も備えています。去年は有人で高度10キロまでの上昇試験にも成功しました。そして今年は25キロの有人フライトの実現が一つ目の目標です。二つ目の目標が実際にその商業フライトができますよということまで行くというのが今年の目標ですね。夏から秋をめどについに初の宇宙遊覧体験の実施を予定しています。去年参加者を募集したところ5人の定数に対し10人以上の応募がありました。現在気球やキャビンなどの装置は試作段階から商業フライトに向けた量産体制に移行している段階ですが、新たな課題も見えてきたといいます。今まで、なんていうんでしょう、熟練の技術者が一人で作り上げてたものを誰でも作れるように変えましょうっていうものなので、そこをその技術に落とし込むっていうことはまた手間がかかるんですね。できるっていうところは証明できる、証明したっていうところまで来ましたので、必要なものはノウハウだったりとか人の育成だったりとか、そういった熟練の技術者だったり作業員だったりとか、そういったものが必要になってきてるんですね。高度25キロの成層圏まで上昇するのにおよそ2時間、地上に戻ってくるまでもおよそ2時間、往復4時間の工程のうち1時間ほどの時間をかけて宇宙の景色を楽しむことができるそうです。これはあくまで通過点なんですよ。今2人乗りですけど、これより大型化していってたくさんの人が乗れるようにということを目論んでいますので、1台運行するために必要な人数は常に変わらないんですよ。ですのでたくさんお客さんが乗れるようになると、その分コストも割れるようになっていくので、よりリーズナブルで価格で宇宙の遊覧ができるようになりますよということを目標に開発を進めていってます。今回の参加料金はおよそ2400万円ということですが、10年後には200万円台にまで価格を下げたいと話す岩屋社長。週末宇宙に行けるようになるのはそう遠くない未来かもしれません。